おはようございます。サムちゃん待ってた。サムちゃんおはよう。あ、コメも来たじゃん。コメくんおはよう。おいで。おはよう。私が先よってすごいですね。ありがとうね、ポミくん。おみちゃん取られちゃいそうなの。仲良しさんしてね。コメはいつも仲良しさんしたいんだよね。撫でろって言われたり、また手出してきたね。そうだね。みんないい子いい子中期。お父さんお出かけしたね。一人で行ったね。どこ行くのって聞いた？早く帰ってくるといいね、お父さんね。そしたらいっぱい遊べるもんね。待ってようね。タニくんおはよう。ぐっすり寝てますね。真夜中大運動会してましたからね、昨日。すごかった。この方々も興奮して一緒に走ってたみたいで、すごいうるさかったです。夜中も。昨日何？おトイレ大変だったの？いいよ、ゆっくり寝寝しててね。疲れてるらしい。午後のお外探索タイムです。お父さんまだ帰ってこない。うちから一番近いところはすっごく混んでるから、ちょっと離れたところに行ったんだけど、そこも混んでるみたいで、2時間以上外で並んでたって言ってたけど、多分ね、10時半ぐらいに家出たと思うんだけど、もう3時過ぎてるんですね。お父さん帰ってこないね。困ったね。家をね、5時に出るってお父さん言ってたから、私もそろそろお化粧しないとなと思ってるのね。この子たちお散歩ね、お父さん帰ってきた後行けるかちょっとわかんないんだけど、とりあえず遊ばせて、出発前に行けなかったらね、帰ってきてから近所一周行ってこようかなと思ってるんですけれども、とにかく DMV は混みますね。本当に2時45分ぐらいかなにやっと座ったって出たから、その後どのぐらい流れるかがわからないけど、とりあえず待ちつつお化粧しようと思ってます。おかえりー。お父さんね、4時前ぐらいかなに帰ってきて、で、私がまだお化粧してたから、この子たちを散歩連れてってくれました。ありがとね、お父さん。そしてお疲れ。寒いんでしょ？寒い。うん。で、今4時半過ぎなので、お家出る準備してね、行こうと思っております。お父さんのお弁当も作ったし、この子たちのご飯の準備ももう終わっております。で、ご飯食べてからママたちお出かけするね、じゃあね。ただいま5時前です。お家を出ました。道が混んでるから、今日も下道で行くみたいです。お父さんもこの前買った帽子かぶって、ジャージ着てないけど、私も着ちゃったんだけど、こんな感じです。そしてこのお魚の帽子、わかる？くっくいしょ。今日もね、そんなに暑くなくて、今も20度ぐらいかなと思うんだけど、夜もっと寒くなって、10度ぐらいになると思うので、トレーナーとかね、防寒具を持ってきたんですが、今日はですね、ブランケットがもらえる日で、どのぐらいのブランケットかわかんないんだけど、こう羽織ってね、あったかいぐらいだったらいいなと思ってるんですが、これからはね、試合見に行くときにね、持って行ったらね、夜ね、寒くなったときとかも膝掛けとかにもできるだろうし、車にもね、置いといたらいいかなと思うので、楽しみにしております。それでは、行ってきます。着きました。今日めっちゃ順調に着いた。1時間かそこらで着いたね。かなり早く着いたんですけれども、とりあえず中入って何食べるか考えようと思います。入りました。ブランケットこんな感じ、真空パックになってるからわかんないけど、あったかいと思う。多分なんかお父さん喋りかけられてる。セールスに引っかかってますね。なんかまずはヤクルトもらいに行くってお父さんすごい速さで歩いております。あるかな、いっぱい。もうないかな。ヤクルト置いてなかった。わざわざこっちまで来たのにって言ってる。617、すごい数字ですよ。あ、617ね。ヤクルトはないみたい。残念だったね。気に来てんよ。今日のご飯はここにした。ちょっとおしゃれなデリみたいな感じなんだけど、サンドイッチにします。美味しそうだよ。すごいチキンの量。Thank you.
こっから見るんだって。上の階だけど真正面ですね。これがロティサリーチキンのサンドイッチで、これがステーキかなのサンドイッチですね。シェアね。え、お前ハナだって言ってたよ。違う、私こっちのサンドイッチ食べたいの。ハナ、あれ全然聞いてなかったみたい。まあいいや、いただきます。上がりが良くないって言ってる。制球定まってなかったから、うん、高めにずっと浮いてて、うん、フォークはワンバンばっかりです、うん、今日はお調子が悪いようですね。歩かしたくないから取りに行ったところ打たれました、うん、今日はとっても調子が悪かったようで、2回投げて3失点だよね。で、交代になっちゃいましたね、大谷くんね。仕方ない、失点数じゃないね、問題は。投げてる数もすごいしね。選球定まってないから2回投げてたら70球ぐらい投げてる。投げてる。向こうだって半分じゃん。ちょっとカウントが多すぎるんだ。じゃあまた次回に期待ですね、お父さんね。したね、ピッチャーがホームラン何本打たれた？そう、打たれて5点追加されました。で、その裏でエンジェルスも1点取り返したけど、ものすごいブーイングでしたね。まあ、5点取られてそのまま続投やね。あー、ほんとだ。やっとストレッチタイム。ただいま9回の表ですね。10対1という大変な試合になっておりますけれども、もうね10時過ぎております。平日の試合だけど満員ぐらい入ってたんだけど、抜けちゃった。かなりもうね帰ってますね。試合終わりました。お父さんは納得がいかないと怒っておりますけれども、10対1で負けてしまいましたね。とりあえず出入り口に向かいましょう。車戻ってきました。今10時40分だって。7時からの試合だから3時間半ぐらいですね。もうずっと文句言っておりますけれども、仕方ないんだね。その時の調子っていうのがあるんですからと思いますけれども、私はね。次は確か来週、また再来週かに来る予定なので、まあその時はねいい試合が見れたらいいなと思っております。次は30分。え、次それ来週来るでしょ。でもまたサンディエゴの後一応その予定ではいるけどでしょ。あ、もう遅くなっちゃったのでね、なんかもう寒くてさ、芯から冷えてるんだけど、とりあえずお家に帰ろうと思います、ね、一応エンゼルスファンやけども、うん、サンディエゴの球場の方がええな。そうだね、食べ物とかやっぱりいいな、あの見やすいし、そう見やすさとかの設備とかは新しいし綺麗だから、サンディエゴのペトコパークいいですね。特に食べ物、私はほら食べ物がねやっぱ大事だからと思うんだけど。帰ります。お家帰ってきました。ホームのテンションマックスなってますけど、可愛いしてもらうと嬉しいな。いやね嬉しいんだね。うん、よかったね、もみちゃんね、嬉しいな、うん、あの子や。何組もただいま。お利口者でしたね。ありがとうね。テンション上げてるけど。おいで、おいさん。お前来るのか。何組もだって、お父さん。ただいま。嬉しいね。みんな嬉しいね。お利口者お留守番してたから嬉しいね。よかったでしょ。ね、遊んでもらおうね、お父さんにね。ね。
球場でねサンドイッチ食べたんだけどさ、もうあんまりにも寒くってお味噌汁飲みたいので伊勢海老の味噌汁をね入れました。でご飯が冷凍庫にあったからご飯ちょっと出して、日曜日のね余り物がたくさんあるのでお野菜ばっかりなんだけど食べちゃった方がいいなと思うので全部は食べきれないけどね、まあ、アボカドとか色変わってるから早めに食べた方がいいけど少しだけ落としたし、もう食べようと思います。どうですかお父さん、落ち着きました？はい、よかったですね。はい、はい、じゃあこれ食べたらお風呂入ろうね。はい、はい。谷くん、やしみーん。谷くん、今日もお留守番ありがとうね。帰ってきてからおやつちょうだいってずっと言ってましたけど、ご飯の中にお魚のおやついっぱい入ってたじゃん。まだ食べたかったの？どうしゃんのこと、おやつちょうだい、おやつちょうだいって追いかけてたんだよね。また明日、朝一チュール食べようね。今日もおやつ食べたんだよ。今日の夜中は運動会しないでくださいね。すごかったから、昨日の夜、真夜中、なんだかよくわからないおたけびをあげて、やーみたいなのね、家中走りまくってホミ君とタムちゃんも起きて一緒にみんなで走ってたけど、タリコおトイレなんだよね夜中ね、で走るんだよね。でも昨日はすごかったよ。タムちゃん来たのよ。今日は夜練してもいいし夜カチュしてもいいけど仲良しよね。ポミ君もタマちゃんもみんな巻き込んでやらないでくださいね。お願いしますね。何か今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやーちゅみ。何かごぼう、おやーちゅみ、かっぱい。こっち来たんだ、今度。おやーちゅみ。ポミ君、おやーちゅみ。あれと思ってるんです私、この木のおもちゃね捨てた記憶はないんだけれどもいつの間にかないなと思ったから私捨てたのかなと思ってたの。そしたらどこからか探してきて今ポミが噛んでるんですね。昨日2階にあっていきなり2階ベッドの下にでも入ってたのかもしれない。でこれもうねボロボロでね、もっと長かったんだけどめっちゃ短くなってんの。3分の1ぐらいでなくなってるんだよね。あーもうこれだいぶ短くなってるからね処分しようと思ってたんだけど、なんか見つけてきてからずっと久々に会ったみたいな感じで集中してガニガニしてるんですね。まあきっとそのうち転がってるだろうから、そしたら処分しようと思います。取られまいと必死でございましたねポミちゃんね。今日留守番ありがとね。上々留守番してくれてたね。おかえりって大歓迎してくれたし、お父さんと仲良しさんしてたじゃん。お父さんいい子いい子してもらってめっちゃテンション上がってた子誰？揉めてますけど全員でね。戻ってきたの。そうな、ママのところいた方がいいよポミ。ポミくんもおちゅめさんとっても綺麗だね。今日消毒しようとしたらねもうどこが割れてるかわかんないぐらいになっててね、綺麗に治ってますよね。すごいですね再生能力がね。お父さんこうやってこのおちゅめだよって見せてくれてね、あれ本当にここなんともなじゃないよってママ言ってね、えーってなって二人で見たけど本当綺麗に治ってた。すごいね。もう大丈夫かな。ただ気をつけないとね、まだまだおちゅめさん短いからね。ニャポミク今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやーちゅみ。ポミクぶっぽい、おやーちゅみくっぽい、ありがとう。おやーちゅみ。ポミくんにね、おやすみって言ってたらね、サムちゃんこっちにピュンピュンって走ってきてね、おやすみの体勢に入ったの。なぜかポミとスイッチしたけどね、急に。サムちゃんあっちにピュンピュンって走ってった。パソコン電源切らないとね。サムちゃんおやすみ。サムちゃんまだ元気ちゃんなんだよね。お父さん追いかけてね、2階いてたんだけどね、降りてきたんだよね。お利口だね。ねんねかしらと思って降りてきたの。サムちゃんも今日留守番ありがとうね。帰ってきた後、お父さんといっぱい遊んだんだよね。一戻りぐる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 走ってね、すごかったんだよね。ダメじゃね。ちょっとずつねんねしてる時間が増えてきたね。ダメじゃね。大人になってきたんだね。夜もちゃんとねんねするしね。昨日は運動会してたけど。豚肉来たよ。よかったね。一緒並んでねんねしようじゃ。
何くんまんまるしゃになったよ。今日も寒いからね、みんなであったかあったかでねんねしてくださいね。あ、なんかおリボンが変になってる。おリボン噛んだな、この感じは。まあいいでしょ。サムちゃんだってこれ初めての首はね、ずっと同じのしてるね。まあ、でもゆるゆるなの。首の太さは変わってないみたい。サムちゃん今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやーちみ、おやーちみ、おやーちみ。サムちゃんグッベイビー、おやすみグッベイビー、おやすみ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま2時になります。お父さんはね、ちょっと前までふーんとか言っていびっくりしてたんだけど、今私がねベッドの上に乗って少しね目を開いてうーんとか言って静かになりました。今日は今シーズン初のエンジェルス戦に行ってきたんですけれども、日曜日かなのビログでお話ししていたと思うんですけれども、悪天候で試合が中止になって先発のピッチャーがスライドしたので、いい試合が見えそうだなってお父さん喜んでたんですが、今日はねとても調子が悪かったみたいで、大谷選手ね、最初の2試合がすごく良すぎたんだろうってお父さん言ってて、開幕戦前のね試合ではすごく調子が悪くって、その時みたいな状態に戻ってるなとか言ってて、試合始まる前にブルペンで調整してたんですけど、それねお父さんチラッと見て、あれおかしいぞ、制球が定まってない、球が浮いてる、これやばいかもしれない、立ち上がりって言ってたのね。それでね始まって、あやっぱりいいってお父さん言ってたので、プロの選手なんだからそういう風に調整していくのもねって言われたらね、もう仕方のないことなのかもしれないけれども、でもやっぱり人間だから浮き沈みもあれば、体だってそうだしね、心だってね、全てね調子ってあると思うんだけど、まあ、今日はね仕方なかったなと思って、次回に期待したいなと思っております。反対にね対戦相手のレッドソックスは今すごく調子がいいみたいで、相手も波に乗ってるからな、なんてお父さん言ってだけど、今日ね3本ホームラン打った選手もいたりして、そういうもんなんだなと思って見ておりました。明日はですねビログお休みさせていただこうと思っております。いつもでしたらね月曜日ね、昨日ですねビログお休みして大掃除をするんですけれどもやらなかったので、明日ねお休みさせていただいて、お家の中ねリセットしたいなと思っておりますということで、先日ですねウルタの購入品ご紹介のビデオを撮る前にゲットレディを撮りましたので、そちらのビデオがスケジューリング組んであります。ご興味のある方よろしければそちらもご覧ください。今日はお父さん、私が2階に上がってくる前まではすごい控えてたんだけど、今めちゃくちゃ静かなので、この静かな間にね寝つければいいなと思っておりますので、今日はこの辺りで終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。